ジュラ州ポラント類。今日はジュラを愛してやまない丸木明子さんが歴史の残る場所を案内してくれます。ここはかつての有産階級が住んでいた建物です。石で作られた階段はブルジョアの象徴でした。16世紀に作られた扉も残っています。こちらはニコル家が代々営む家具屋さん。ここにはナポレオンの飾りのついた暖炉が保存されています。ナポレオンに忠義を尽くしたデルマス将軍が19世紀初期に作ったものです。町を見下ろすポラントルイ城、現在も使われている刑務所のほか古い牢獄も残っています。この狭い空間に何十人もの人々が押し込められていたこともありました。今日の旧市街は大勢の人でにぎわっています。今日はサンマルタンというお祭りです。サンマルタンはジュラ州の中でもこのアジア地方だけに見られる特別なお祭りです。11月の半ば週末に行われまして、祭りの特色は何といっても豚祭りと別名言いますけれども、豚肉料理を食べまくる、そういった風習があります。ではサンマルタンメニューを出しているレストランを一つ覗いてみましょう。I'm gonna do it.